お、お子さん。あ、違う。龍拳だ、これ。あ、龍拳がジョイコンストラップの着用を促している。よし、やりますか。お、フィットボクシング北斗の拳。はい。お前はもう痩せている。お前はもう痩せているっておかしくないか。でやる必要ないじゃん。もう痩せてるやつだよ。はい、じゃあということでフィットボクシング北斗の拳やりますか。あの前作のねフィットボクシング、まあ1週間ぐらいやってたような気がするんですけど、まあ今回なんと北斗の拳とねコラボするっていうことで、いやまあ北斗の拳ね読んでましたから僕、まあ、やってみましょうか。早速 A ボタン長押し。龍拳めちゃくちゃ出てくるな。いやでもこの原作の絵で出てくるのいいね、ちゃんと。 2000X 年、おすげえ、世界は最終戦争の炎に包まれた。え、すごい、ちゃんとこっからやってくれんの。海は枯れ、地は裂け、おう、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。有名すぎるオープニング。だが人類は死滅していなかった。じゃマジで1話じゃん。1話はリンとバットと出会うの。そして世はエクササイズが支配する時代になっていた。あ、そうなの。あ、そういう設定なの。エクササイズで愛を取り戻せ。青って言ってるけど愛じゃなくて、あ、ない、世界がやばいからせめて自分たちだけは健康になろうみたいな平和な世界じゃねえか。種もみじじいがこう、おお、ケンシロウ出てきた。よく来たな。はい。はインストラクターのケンシロウだ。あ、インストラクターなんだ。え、じゃあ俺はどういう立場なの。ただの一般人か。北斗神拳は一子相伝。お前に教えることはできない。あ、北斗神拳あんのかよ。フィットボクシングなら、エクササイズの極意を授けることができるだ。いや、どういう設定？北斗神拳あるんだ。エクササイズが支配した世界で。はじめ。はい。エクササイズでのジョイコンの持ち方を確認しよう。声ちっちゃいな、ケンシロウ。安全のためジョイコンを。はい。ジョイコンストラップを必ず取り付ける。あ、つけてます。もうちょっと声張ってくんねえかな。聞こえねえんだけど、ケンシロウの声。ストラップを手首に通して。はい。手から抜けないようにストッパーで調整しよう。あ、はいはいはい。エクササイズをする上で基本となるルールを説明する。めちゃくちゃ丁寧に教えてくれるじゃん、ケンシロウ。体を動かしながら説明していく。寡黙な設定じゃなかった。スペースを確保する。あ、はいはい、じゃあ立つよ、立つよ。はい、それでは実際にやってみるぞ。はい、お願いします。いやー、フィットボクシングめっちゃ久しぶりにやるなー。あ、来た。はい。それじゃあ、足、私が説明するね。あ、リンが説明するんだ。ここに注目して。いや、じゃあケンシロウいらなくね。あ、ケンシロウは、これはエクササイズ。そうか、フォームをやってくれんの。を表すゲージだよ。はい、3分ね。ここにエクササイズ終了までの残り時間が表示されるの。ケンシロウと目が合って。次はここ。決まった。これは構えた時の足の位置を表しているよ。はいはいはい、足の位置ね。これなんかスエーとかあったよな。スエー難しいんだよ。左足が前、右足が後ろ。あ、揺れてる。あ、じゃあ俺もね、一緒にね、揺れないといけないんだよな。それじゃ、実際にやってみるね。ああ、やってみよう。はい。まずは基本姿勢。あ、ケンシロウノリノリ。やる気満々。足を肩幅に開いてね。はい。足を肩幅。はい。体を右側斜め45度に向けるね。あ、すごい。後ろ足のかかとを上げて、親指ケンシロウが手で示してるの。腹筋を引き上げて、ああ。まっすぐ軸を安定させ。あ、腹筋引き上げてるケンシロウが。あ、軸を安定させ。鼻筋もまっすぐの状態。鼻筋まっすぐの手振りやってる。最後に手を軽く握り込んで、こんなケンシロウを見たくなかった。右手を正面に向けます。はい。右手を顎の横。はい、顎の横。左手を前に持っていきます。左手前ね。はい。そのまま軽く両膝を揺らして、はい、重心を前後に移動しながら、せめて笑ってくれ。まあ笑ったらそれ、まあ、それはそれでイメージ違うけど。前、後ろ、前、無表情な後ろ。このリズムで動いていくね。あ、はい。リラックスしながら動いて。あ、オッケーオッケーオッケー。リンめっちゃ喋るな。足跡の点滅を参考にしてみてね。あ、なるほど。あ、こんなんなかったよね、前。あ、パワーアップしてるわ。次はここ。それじゃ、実際にやってみるね。お、やってみよう。構えて。
甘えて。ジャブいきます。はい。せーの。うん。ジャブ。せーの。はっ。左の手まっすぐ。はっ。せーの。ジャブ。はっ。まっすぐ伸ばして。はっ。せーの。はっ。こんなテンション続かないこれ。ナイスパンチ。はい。ありがとう。あ、グッてやってくれた、ケンシロウが。見ていきます。あ、でもケンシロウがこれやって、見てくれ。右手を前に向かって打つ。あ、これオートプレイか。ちょっと。あ、これ結構しんどいわ。久しぶりにやったらしんどい。はい、ストレートね。右の手からストレートいくよ。はい。せーの。ふん。せーの。は。右足で床を蹴る。は。せーの。は。しっかり腰を入れて。せーの。は。ストレート。ナイスパンチ。はい、オッケーです。はい。他にもいろいろな種類のアクションがあるよ。はい。アクションはレクチャーで練習できるからね。はい、説明は以上よ。ちょっと待って。しんどい。あ、やべえな、これしんどいな。あ、ありがとうございます。お疲れ。基本ルールの説明は以上。いやマジでね、リングフィットもそうだけどさ。あ、なんだそれ。しっかりと身につけるんだぞ。喋りながらやるのってマジできついんだよね。あー、龍拳しよう。いやでもやるぞ俺は。まずデイリーから始めるとしよう。実況してやるよこのゲームを。デイリーエクササイズへよく来たな。あ、はい。ここでお前の目的や生活スタイルに合わせて最適なエクササイズプログラムを行える。前マジで声が小さい。 BGM に負けてる。エクササイズの目的など、あ、いくつか質問をさせてくれ。あ、質問。エクササイズの目的、目的。お前のエクササイズの目的は。ああ。あ、でもね、体力強化したいかも俺。マジでね、横断歩道点滅して、あ、やべってなった。あ、できないのこれ。あ、そうなの。横断歩道小走りで渡っただけで生き切れるから。体力強化したいけど。質問は以上。オッケー。教えてくれた内容に沿って。うん。お前にとってのおすすめ。その手の動き。毎回俺が提案していこう。あ、ケンシロウが提案してくれるんだ。ありがとう。ササイズよく来た。いや、それ2回目。お前の目的や生活スタイルに合わせて最適なエクササイズプログラムを行えるぞ。はい、2回言われたな、デイリーエクササイズ。本来は先に目的を決めてもらいたいところだ。はい、今回は初めてだろうか。まずは基本的な流れを体験してもらうぞ。マニュアルに沿ったセリフを喋っているケンシロウが。エクササイズを始める前に、うん、水と汗を拭くためのタオル。あ、これらの用意をしておいて。でもめちゃくちゃ体調をいたわってくれるじゃん。準備ができたら OK を選んでスタート。あ、 OK、 水と汗を拭くタオルね。ちょっと待って、じゃあ持ってくるわ。ちょっと待ってね、ケンシロ待っててね。持ってくるからね。よし、やるぞ。意外だ、頑張っていくぞ。はい、すごい場所でやってる。まずは基本姿勢。エクササイズしてる場合なのかこの世界。体の向き右斜め45度。マジで文明崩壊してるけど。右顔の横、左手顔の前、はい、前後ろでリズム取るぞ。はい、ケンシロ俺よりめちゃくちゃ年下なんだよ。前後ろ、このリズムで動いていくぞ。はい、すごいなんかストレートいくぞ。年上の感じでせーの。あ、うん、ナイスパンチ。あー、ありがとう。あ、ケンシロ、うん、ケンシロウに言われると嬉しいな。ナイスパンチ。軸をしっかりとイメージする。軸って何？今度ジャブ、はい、ストレートいくぞ。せーの。これ常に腹筋を意識する。あ、はい、ジャブを回しながらストレート。せーの。パンチが流れないように。流れてる。呼吸をしっかり。ジャブ立つ。せーの。あ、三発目きつい。はい、パンチ打つとき息を吐いて。そう。せーの。ワンツー足すぞ。せーの。うわ。一回リズムを。あ、しんどいこれ。トントントン。はい。四五六七八。リズムよく。あと四回いく。四回？狙い。うん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 。ジャブ、ストレート、ジャブ、ワン、ツー、ラスト、最後のパンチは力強く。うん、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 
それではスイッチするぞ。左右バランスよくやっていくぞ。はい、リズムを作る。ちょっと待って、トン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 、もう死にそう、もう死にそう。ストレートいくぞ。せーの、あー、悪くないぞ。本当っすか。せーの、あー、それだ。左の拳まっすぐ、はあ、軸をしっかりとイメージする。あー、今度、じゃあストレートいく。ちょっと待って、ちょっと、あ、ちょっと一回待ってもらっていいですか。あ、こんなハイペースだったね。パンチが流れないよ。リングイッチじゃないよ。こんなハイペースだった、フィットボクシング。かっこいい。絶対思ってない。ワンツー足すぞ。足さないで、足さないで。はい、まだある？あ、四回ある？うわあ！助けてくれ。あ、ケンシロウの知り合いだ。お疲れ。やった、ケンシロウの知り合いになれた。あー、やめたい、もうやめた。このオークションが素晴らしかった。いや、本当に手本になるレベルだ。絶対思ってねえよ。思ってないことは言わないでくれ、ケンシロウ。では結果の発表。結果発表、どうなんこれ。おお、あー、北斗七星が、お、何これ。あ、え、マックスなんじゃないの。なかなか弱い。うわー、22歳。嘘。これくらいできるとやる気も続くだ。おい、ケンシロウと同年代じゃねえか俺。マジかよ。ありがとうございます。22歳。あー、でも上達には継続が何よりも大事だ。はい、この調子で頑張ってくれ。はい、頑張り。や、もうやめて、もうやめたいけど。今回のアクション成功率はこの通り。あ、でもそうか、ミスとかなかったな、そういえば。そこが評価されてんのか。それでは今日のスタンプを押してくれ。スタンプ、あ、スタンプね、うん、え、こう、いや、なんだこれ。いや、北斗三回拳じゃん。ああ。いや、よくやったな。え、デイリーエクササイズは終了。これをスタンプっつってんの、ケンシロウ。やばいだろこいつ。いや、普通人殺してるじゃん。1日1回エクササイズ後にスタンプを押すことになって。押したスタンプはカレンダーで確認できるぞ。飛行をつくことをスタンプっていうな。え、なにこれ、毎日エクササイズするたびに、あの、ヒャッハーを一人殺さないといけないの。デイリーエクササイズはどうだった。いや、次回からはもっと本格的にやっていくとしよう。いや、もうやりたくないです。エクササイズ、人殺しに手を染めたくないです俺は。自由にエクササイズを。インストラクター、なんだえこれ。担当を変更。お、すげえ。あ、マミヤ。あ、ケンシロウ以外も選べる。へぇー。あ、レイね。なんと水長剣。あ、サウザーいるじゃん。あ、サウザーいいな。サウザーに指導してもらいたいな。ラオウね、まあラオウはいるわな。あ、これ隠しキャラ。え、こんなんトキじゃねえの。え、トキいないのおかしくないか、ここに。ケンシロウとラオウはいるのに。でもトキってわざわざ隠しキャラにすると。え、ジャギとか。ジャギ来たら熱いけどな。雲の銃族。あ、インストラクターこれ変えれんの、いいね。衣装の変更。衣装の変更。お前はもうノースリーブ。お前はもう好きだな。ピッチピチだ。You are already dead。 あー、お前はもう死んでいるか。なんだよこの
フォース3 まあどういう世界観なのこれ。エクササイズに支配されたらしいけど、いやエクササイズのために殺されるモブは何なの。これ気になるな、バトル。これやってみよう。初めてのお、すげえ。お、シン、あ、シンとかと戦えるの。フィットボクシングのエクササイズ。敵との戦いを繰り広げる。え、めっちゃ面白そうじゃん。ジャギいるし。一子相伝の北斗神拳伝承者である俺になりきる。マジ？ライバルたちに挑むの。あ、俺がケンシロウになりきらないといけないの？荷が重いな。説明を始める。うん、俺でもできるかな、ケンシロウ。あ、これやってみよう。じゃあ、あ、リュウケン。これリュウケン以外いないのか。毎回リュウケン出てくる。おお、すげえ。お、あ、もう早速ケンシロウ。あ、トキだ。私が指南する。あ、トキここに出てくるんだ。エクササイズと同じだ。はい、基本姿勢はエクササイズやレクチャーで、はい、しっかり習得しておくの。でも結構しんどいけど。目の前にキャラだからのは敵だ。割と限界来てるけど。インストラクターではないの。うん、こんなインストラクターいねえな。流れてくるターゲットの指示通り。めっちゃでかいもの持ってるし。これもエクササイズと同じだ。はい、基本やることは一緒ってことね。コンビネーションの組み立てを一つのセットとして判定を行う。なるほど。ジャストかグッドです。ああ、オートブレイカー。ちょっと体力温存しよう。敵を撃破。はい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 。あると失敗となってしまう。まあ、とりあえずやればいいってことだな。ビットボクシングを。を突破するのだ。わかりました。戦ってみるのだ。戦ってみます。せーの。ふっ。はっ。あ、違う。わー。いや、もう絶対持たねえよ、俺。ラードーン。あ、リン出てきた。ラードーン。うわー。うわードーン。これなりきらないとダメね。超えても最後まで戦い切ろう。絶対無理なんだけど、このヒットポイントを獲得するの。体力的にしんどいんだけど。バトルの基本は以上。強敵とのバトルについては時が来たら伝えよう。あ、時なだけに。その時ではない。うわ、時なだけに。この先待ち受けている強敵には勝つことはできん、はい、私は今後も一歩下がって助言を与える。いや、時兄さんのセリフでもまた戦いだ。伝承者の道を、はい、めっちゃ喋る。これなりきらないといけないのね。いや、動画じゃなかったらなりきらないよ。でも動画だからな。なりきった方がいいんだ。バトルでも各ステージの運動強度を変更可能です。おおおおおお、お前はもう死んでいる。とっととやっつけちまおうぜ。任せろ。バッと下がっておけ。コンビネーションを一気に仕上げていくのだ。まずはワンツー二回。ボキ兄さん。せーの。わあわあ。ラウダー。攻撃を続けて。ああ、おお。ワンゴーダー。せーの。さらに倒していくぞ。ドアだよ！ドアだよ！やりな！やりな！攻撃だ！うわあ！うわあ！すぐさまスイッチ！サスペンス隊！水だ！ああ、水だ！水くれ！2回行くぞ！せーの！ワン！おお！攻撃を続けて。ジャブ立つぞ。せーの。おお！おお！ワン、ツー、おお！おお！調子は上がる。いけるだけ。無理。さあ、おお！次も行っちゃえ。無理。おお！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 やおおおじゃあもうお前やれよ、お前やれよ、お前やってみろよ。じゃあお前できるっつってん、お前だめろよ。じゃあ早く組み立てるぜ。水だ、水くれ。ワンツー二回行くぞ。せーの、ワンツー、ワンツー、この調子。次くれ、次くれ、次くれ、ワンツー立つぞ。立つないじゃん。せーの、ワン、ああああ、これ嫌い、これ嫌い、やだ。もうやだ、やだ。障害決まってたらもう止めて、もう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 
燃えた。ああ。よし、勝利だ。見事だ。あっ、若返ってる。さっきよりついにお前の才能が目覚めたようだ。目覚めたの？いや、こんな才能だってやだ。しんどすぎる。日々の積み重ねがこうして形になる。俺も教えがいがあるというもの。何も積み重ねてないけど、まだまだ初日だけど。今回のオーディション生、また戦う。よっしゃ、シン。はっきケンシロウ、たくましくなったな。いや、どの辺が。ずいぶんたくさんの汗を流してきたのだろう。実際強敵とのバトルでは、自身の攻撃と相手の攻撃がセットごとに基本交互に繰り返されるのが特徴といえ、何言ってるかわかんね。頭入ってこない。注目するのだ。乳酸が溜まりすぎて。俺らはお互いの闘気を表している。はい。攻撃成功で相手の闘気にダメージ。あー、オートだ。助かった。あ、なるほどね。あ、体力減らしたいって感じね。相手の攻撃を防げなければ自分にダメージ。一緒だな。一緒だな。最後に一つ、ここに注目するの。はい、これは奥義ゲージだ。はい。攻撃や防御を成功させるごとにゲージが増加していく。なるほど。バトル終了までにゲージを最大にすると、最後に奥義を放つことができるの。奥義。バトルの最後まで集中を切らさず、奥義で決めるの。実際の戦いで確かめてほしい。はい、奥義があるのね、最後に。バトルの基本は以上。強敵とのバトルに。無血の戦いはありえぬ。マジで？この時代を見届けるのだ。いや、マジで地平道吐くぞ俺。いや、もうやる、やりきる、やりきってやるよ。最後の一滴まで戦ってやるよ。おお、すげえ。その名はキング。あ、あるの、こういうの。エクササイズが支配したんじゃないの。リーダーはケンシロウの因縁の宿敵真であった。いや、無法者いるんだこの世界。力こそが正義。え、いい時代になったもん。いや、エクササイズが正義じゃねえのかよ。一度は破れた。なんと五周拳を前に。破れてるし。今再び決着の時が迫る。やっぱり殺し合いは起きてるのか、この世界でも。全然平和じゃねえぞ。来た、よっしゃ、やるぞ。おぉ、6分もある。私の位置を確認するのだ。6分。執念と欲望こそが強さにつながる。6分。早く組み立てるぞ。おぉ、まずワンツーとジャブ、行くぞ。せーの。おぉ、いいぞ、ケン。おぉ、おぉ、続けてワンツー立つぞ。せーの。おぉ、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 あっ、攻撃だ。おお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 、なんと精神力か。おお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 。貴様の執念などそんなものか。ではスイッチだ。まだ半分。右足が後ろ。まだ半分。正しい構えでリズムを取る。気合だぜ、ケン。まずはワンツー二回。行くぞ。せーの、ワンツー。ワンツー。いい感じだぜ。攻撃来るぜ。おっ、おお、最後フックに変えるぞ。フック、せーの、ワン、ツー、ジャンプ、フック。続けて頑張って。ガンガンいっちゃおうぜ。ああ、
攻撃だ。構えて。一、二、三、四。来るぞ。おお。バッチリだよ。守れ。俺様を見下すセリフは吐かせん。見下してない。すぐにスイッチだよ。次は防御だよ。はっしゃっと。今度はワンツー二回フックいくぞ。せーの、ワンツーワンツーリーフック。これを続けていくのだ。はい。お前など俺の敵ではないわ。勝敗は決まった。最後まで戦うぞ。やった。1、2、3、4、5、おお、あと10秒。おお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 おシャクルツ君、こわな、なぜ全然シャクルツできない。執念、俺を変えたのは執念だ。よし、勝利だ。お疲れ。うるせえ。このアクションが素晴らしかった。